はい、えー、今回ですね、餃子屋さんのお話をします。この、余一餃子っていうのは、あの、尾道にある餃子屋さんで、私もね、長年通っているんですけども、あの、この余一餃子さんっていうのはね、あの、堀江貴海さんが、こう、訪れてたということで、まあ、有名になったんですよね。皮肉にも有名になったんですけども、その後、ちょっと営業をね、休止することになりまして、 で、このコロナ禍でね、再起をかけるために、余一餃子は、あの、あるプロジェクトを打ち上げたんですよ。で、そのスタートとしてクラウドファンディングっていうのを始めたんですけども、当初ね、募集してる金額300万円ぐらいだったと思うんですけども、今見たら1500万集まってるんですよ。で、1500万のクラウドファンディングに、私もね、あ、えー、の、ちょっとね、10万円ほど参加させてもらったんですけども、いや、これすごいっすね。餃子屋さんの1500万っていうのは、 通常の営業だと2年ぐらいかかるんじゃないですかね。2年ちょっとかかるんじゃないですかね。うん。もっとかかるかもしれないですけども、うん。だいたい飲食店って1日に10万円売れても1ヶ月で300万でしょだから10ヶ月で3000万か。だから2年ってことはないか、うん。どうなんですかね。ちょっと売上の規模とかにもよりますけども、 私の感覚だと飲食店でなかなか月に300万で売れないと思うんですよ。まあでもそう見ても半年分ぐらいのまあ売り上げというかね。これ言ってみればあらりですからね、1500万っていうのは。まあもちろんこれからクラウドファンディングなんでいろいろとお返ししないといけない。 部分もあると思うんで、まるまるそっくりってことはないと思いますけども、やっぱりね、この余一餃子さんっていうのが多くの方に愛されていて、応援されていたってことだと思うんですよ。そして私もそうですしね、このクラウドファンディングでいろんな提案が余一餃子さんがあった時に、私は真っ先に一番高いやつを選択したんですよ。で、まあ、手に入れられてよかったなと思うわけなんですけども、いや、でもこれね、本当に、この余一餃子さんの復活に、 うん、なんかこうお力添えできるんだったら自分としても名誉なんですよねすごく嬉しいですしで何よりもねこの余一餃子のオーナーさんって私の後輩なんですよねで一緒にいろいろとね、えー、笑ったり楽しんだりした経験もあったりとかもう餃子なんてね山ほど食べちゃったんで、ね、今までこれからも本当になくならないでほしいなと思ったところにこういったことでまあ本当商売っての山あり谷ありなんですけども私の店はね残念ながら潰れてしまったんですけども その分だけね、この余一餃子には、もともと、愛されてほしいなと思っております。えー、これからもね、余一餃子、ことに触れて、宣伝していきます。YouTube でも、現場の方ね、撮影できれば、させてもらおうと思いますんで、えー、これからも、応援してください、皆さん。余一餃子ですよ。おのみち。頑張ってください。まあ、実店舗はなくて、通販にするそうなんで、通販を利用していきましょうね。えー、また追加放送させてもらいます。頑張れ、余一餃子。